はい、どうもこんばんは、こうです。いつもご視聴いただきありがとうございます。 YouTube の方からもね、なんて言うんだろう、今年1年の総括みたいなメールが来てまして、こんな感じでね、2023年こうのホビーチャンネルのチャンネルをまた 1,2 年前ぐらいかな始めて、まあいろいろね、今度もう趣味何でもいいからやっていこうっていうことで、いろんなことをね挑戦して、自分がやってきたことを、自分が好きなことをどんどん動画に載せていって、その中でもね、このガチャガチャで結構みんながね見てくれるようになったので、まあガチャガチャをメインにしつつ、まあお出かけ動画とかねもいろいろと作ってきました。今年2023年で新規のチャンネル登録者数が何人いたかっていうと1063名の方、これ11月現在ね、で1063名の方が新たに登録してくれました。ありがとうございます。で視聴回数が55万2000回再生してくれました。本当皆さんに感謝申し上げます。ありがとうございます。拙い動画ですけれどもね、これだけ多くの視聴回数があるっていうことを改めて驚いたとともに、皆さんにちょっとお礼を言いたいなと思いまして、今回ライブ配信をさせていただいてます。本当に皆さんありがとうございます。でちなみに11月のこのメールが来た時点で、こうは2023年188本の動画をアップしていて、高評価数が7692、コメント数が879、共有してくれたのが545ということなんですね。だから本当たくさんの皆さんに見ていただいて、たくさんの皆さんに新しくチャンネル登録していただいて、たくさんのコメント高評価をいただけてね、本当皆さんには感謝申し上げます。ありがとうございます。ちなみに今年最も多かった動画、これが YouTube さんの方で統計をね取ってくれていて、1位の動画が何だったのかっていうのをこうもね全然知らなかったんですが、今回こうの2023年の中で一番多かった視聴時間がね多かった動画っていうのがこちら、2023年8月の発売最新情報ガチャガチャ全150種まとめ、これがねどうやら一番多かったらしいですね。1644時間再生していただきました。ありがとうございます。でショート動画の一番は何だったかっていうと、これですね、ラーメン富田食堂のラーメン動画、これが383件の高評価をいただいて6万再生ぐらいしていただきましたね。で今回もやってるこの生配信、2023年のライブ配信で1位のライブ配信何だったと思いますか？そんなにね生配信やってないんですけど、1位を取ったのはこれ、ペンギンとイルカを当てるライブそうなんですよ、これの始まりいやーね、まあまあこれまとめ動画も撮りましたけどね、これがの第1弾が1位だったみたいですね。本当に1年間ありがとうございます。というわけで今回は実は前に回してあったんですよね、動画にはしてなかったんですけど、ありました、海洋生物大集合ミニフィギュアコレクションってやつですね。なんかカプセルがこの青いのと白いのがあるみたいで、今回は白いのが出ましたね。はい、なんかいろいろなねサメやら何やらイルカやらシャチやらが入ってるらしいんです。でまあペンギンもいるんですけど、今までねペンギンがこういったペンギンしか当たってないので、ちょっと100円ガチャのクオリティとこのダイソーさんのね100円のね
クオリティどう違うのか見てみたいなと思って回してみました。というわけで何が入ってるのか開けていきましょうか。お、見えちゃうかな。見ないように。細かいねこれはい、というわけでまずはラインナップ紹介していきたいと思います。海洋生物大集合ということで、ちょっと数がねめちゃくちゃ多いよね。これ何種類あんの。4の1,2,3,4,5、あ、36種って書いてあったちゃんと見ろよって感じなんだよ。これちょっと全部は説明できないんで、こんな感じのラインナップになっていて、これペンギンは何ペンギンなんだろうな。字がちっちゃくて分かんないけど、岩飛びペンギンっぽいね。はい、これペンギン出たらいいな、比較できるのにね。あとはイルカとかシャチとか、その辺が可愛いかもしれないね。はい、というわけで何が出たか見ていきましょう。というわけで今回当たったのが、あ、すごい。まず一ついきますよ、せーの。はい、というわけでこちらサメですかね。わかんないけど多分サメ、サメだよね。これサメじゃないかな。サメだよね。いわゆるスタンダードなサメな気がする。何ザメって言うんだろう。おそらくこれかな、このサメっぽいよね。ほらこんな感じ。意外とさ出来良くない？クオリティがね断然高いね、ダイソーのやつより。ほらこれがクオリティ低すぎんだけどさ正面から見るとこんな感じで、横側と上側と下側、下側のこれって目なんだっけ。なんかすごい可愛いよねはい、まずこれ一つ目なんだけど、このガチャガチャ100円なのに2つ入ってるんですよ。じゃあ2つ目いきますよ、せーの。はい、というわけでなんだろうこれこんな色のカニっているのかな。カニだよね。ちょっと種類が多くてわかん、あ、これだ、これ、こいつだ、この子。あ、字がごめんなさい、ちょっとちっちゃすぎて見えないんだけど。だからさ、今まで生配信で紹介してきたこのこの子が1体100円ってことを考えると、今回のこのクオリティすごいよね。しかも2体入ってんだよ、カニとさこのサメと。スケールはね合ってないんだけど、2体入って100円ってこれお得ですよね。しかも出来いいしな。でさらにこんなの入ってましたなんだろうこれこうやって置くのかな。こんなね可愛いカプセルに入ってるんで、これはなかなかお得な気がするね。これホタテ、ホタテじゃねえか真珠、真珠のアコヤガイ、ホタテじゃないよねさすがにね。こんな可愛い貝に入っていて、さらにこんなクオリティのね高いのが、これ見かけたらぜひ回してみてください。これを100円だったらおすすめですね。はい、というわけでまず一つ目はね、この海洋生物大集合っていうガチャガチャですね。全36種。これね、確かね、道の駅で回したんだよな。置いてあったの見かけてね、回してみました。で、二つ目。これ、エールさんかな。バケツボールチャレンジ。これも100円のガチャガチャね。これ開封していきましょう。確かこれかな。よし。これも中見えても多分色違いだと思うんで、これバケツボールチャレンジってなんかよく TikTok とかでもさあるよね。で全6種でやっぱりバケツの色が違うだけですね。で今回はカプセルが赤だったので中身も赤いバケツが入っていました。これ気になったんだよね。早速じゃあこれ中開けていきましょう。ピンポン玉なのかな。うわ、開いてないや。これバケツの造形がさ
割とよくできてんだよな。はい、こんな感じのバケツにちゃんとこんな緩衝材まで入ってて、中にピンポン玉らしき玉が入ってますね。これ普通の卓球のピンポン玉に似てるんだけど、大きさは多分ちっちゃいかな。ただここで弾むかどうかわかんないんだよな。ちょっとやってみましょうか。弾まないやんか。これでやってみようか。この上でね、いきますよ、せーの。ちょっと弾まないじゃんか。何これ。はい、これやり方が違うの。でもさ、ラインナップ表のこれ見てもさ、弾ませて入れてるよね。ここの下がさ硬くないから弾まないのかなと思ったんだけど。嘘でしょ。ほら、おかしいでしょこれ。何これ。マジかよ。嘘でしょ。涙出てきちゃったよ。もう何これ。一切弾まないんだよなこれ。こんなことってある。はい、というわけでこちらがバケツボールチャレンジでした。というわけで、じゃあ次のガチャ開けていきましょうか。これなんだっけ、つぶらな瞳のスタンプなんだよね。だから多分100円なんだと思うんだけど、つぶらな瞳シリーズ初めての開封ですね。あ、でもカラーのラインナップだ。はい、というわけでこちらがつぶらな瞳の給食スタンプ全6種ということで、牛乳、ぶどうゼリー、カットキウイ、カレー、やかん、ご飯ということですね。今回ブルーが出たので多分ご飯だと思います。というわけで中開けていきたいと思います。はい、こちらですね。あ、すごいね、このちゃんとさ、ジップロックじゃないけどこのロックされるやつに入っていて、よいしょ、中にはこんな感じの可愛いスタンプが入っていました。紙がありましたんでね、これに押してみましょうか。あ、バケツボールチャレンジを倒れちゃった。これは、あ、なるほどなるほど、もう主肉ついてんだね。それではじゃあちょっと押してみたいと思います。100円だけどちゃんと押せんのかな。あ、嘘。マジで、ちょっと強く押しすぎたのかな、もっと軽くでいいのかな。スタンプってあんまり使わないからね。あ、いったいった、超軽くでこんな感じ、可愛いね。でもね、これちょっとひどかったけどね。ほら、こっちでもわかるでしょ、これ気になる、ご飯気になる、何が気になるのかよくわかんないけど、うん、ほらほら、軽く、ちょっとね、甲が強くやりすぎたね。気になるって書いてあって、下にご飯のイラスト、これ可愛いんじゃない。なんかこういうスタンプ好きな人にはいいかもしれないね。コンパクトで持ちやすいし、これも1回100円でしたね。はい、あ、ほらまたここ紙についちゃったよ。今度からね、
方の動画、ここは青いかもしれませんけど、あまり気にしないでください。はい、というわけで100円で回せるガチャガチャ、あ、のんのんさんこんばんは。そうそう、つぶらな瞳ね、初めて回してみました。そう、今回は本当は動画にしようかなと思ってたけど、尺が多分足りないなと思って生配信でね、100円で回せるガチャガチャ3つ紹介しました。まあまあこの弾まないさバケツ、これはちょっとどうかなと思ったけど、まあスタンプは普通に使えるしね、インクは確かにタプタプだけどさ、まあまあ長く使えるんじゃないかな。でこの貝殻のね、カプセルの海洋生物もなかなかいい出来で、しかも2体も入ってるっていうね、これはお得だと思いますので、見かけたらぜひ気になる方はガチャガチャ回してみてください。はい、というわけで生配信からの切り抜き動画をお送りしましたが、いかがだったでしょうか。なかなか100円でもね、面白いガチャガチャもありますので、また見つけたら回してみたいと思います。この動画が良ければぜひグッドボタン、高評価とチャンネル登録お済みでない方はぜひぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。というわけでまた次の動画でお会いいたしましょう。こうでした。またねー。